もろもろの悪はなすことなくもろの善は奉行をせよ自らその心を彫伏せよこれもろもろの仏の商業なりと今日は2026年のお4月26日ですね えー、今日まで今日やないかごめんなさい昨日まで昨日まで、えー、仏教再生軍と沢田昌丸さんという方のその、えー、リーダー創始者でリーダーであった沢田昌丸さんそしてその人の師でお師匠さんであった東洋炎上さんたちのことについて、えー、こう学んでまいりました。で 仏教再生群というのはサルベーションアーミーをもとにして作ったキリスト教の旧政群サルベーションアーミーをもじって作られた言葉であることはまあこれは明らかですからつまり社会的な活動社会の中に仏教を仏教の教えでもって社会に関わっていこうという。 えー、エンゲージドブッディズムの走りと言いますか、えー、今私たちね、えー、言われています、えー、こうエンゲージド・ブッディズムの、まあ、プロトタイプ先行事例というふうに考えてもいいのかなと思うそういったことについて学んでまいりまして最,最後のところでまあそれにもやっぱりいろいろな問題がやっぱりあったよねと、えー、例えば仲間内であるはずの西本願寺のお寺借りて最西軍の 買い野郎思たからだけど貸してくれへんかったとかねそこはやっぱり,やっぱりその考え方に賛同できないあるいは心の中のどっかで賛同してるのかもしれないけど妬みはやっかみでもって嫌がられるとかそれからやっぱどうしても社会いうのはやっぱりあの欲のの渦巻く世界になりますんでそしたらその中でやっぱり、えー、こう仏教の理想的な活動がやっぱりね いろいろな形で妨害を受けるとか、えー、人間の欲によ、えーねえー、ってさまざまな限界をやっぱり露呈するみたいなところがやっぱりどうしても出てきますよねで。それはまさにキリスト教のソーシャル・ゴスペルというのがやっぱり頭打ちになったのとやっぱり同じようなことがあり。 で真田三うカリスマがあ、ね、活動を休止しますと仏教再生軍というのはやっぱ立ち消えになっちゃったようなところがあってじゃあそれ無駄なのって言ったらそんなことじゃなくて素晴らしい活動だったと思いますがえこれから私たちの社会参加型仏教ということを考えていくときにやっぱり参考にしなければならないたくさんの教訓がやっぱりたくさんたくさんこの中にあったと思いますんで。 その中の、えー、いいところと、えー、そして残念なところとやっぱりよくよく検討し、えー、調べていってでより豊かなね社会参加型の仏教を築いていったらいいかなと私は思ってます。<laughs> 私は思ってます。で、えー、そういったことから考えていったときにまあ一つやっぱり七仏通会家っていうことについて、まあ、あ考えていくのもまあ それに連なったこととして大事なことなんじゃないかと思うんですね。で「七物通会業」を今拝読したわけです。<laughs> えとか思われませんでした。今のそれ七物通会業やったのにちょっと文言違うよねって。でこれはその当時でして5の時代に北斗教が翻訳されたそれに普段は寄ってるわけです。えーえー、っとですね。えー どんな方々があ翻訳をされたかと言いますと私たちが親しんでる北斗っというのは、えー、イ・シ・ナンという方とえからあジク・リツ・エンという方がですねこれお二人とも、えー、インドの人だと思いますが、えー、この方々が、えー、中国の武将にですね224 22年においでになってで北斗教を訳さったということで。 でその北斗教そのものの慣訳、えー、というのはね、えー、これ、えー、諸悪幕差修繕奉行やから諸々の悪をなすことなく諸々の禅は、えー、奉行せよと。で、えー、自らその心を清くせよこれがあ諸仏の教えであるというね。 この言葉に慣れてはると思うんですよで、えー、そして皆さん、まあ、私なんかもそうなんやけど慣れてはるとかそういうので私もまあお説教の題材としてこれ使ってるわけです。でこれとですね今拝読しました御三代、えー「諸々の悪をなすことなく諸々の善は、えー、こう奉行せよ」と。 自らその心を重複せよこれが諸仏の商業である商業なりというのはねこれは湯河七郎の中に出てくる七仏通会議を玄徐さんが訳さはったわけです玄徐三蔵が訳さはったんです。 でえこれと他にですね「下達海峡」っていうお経の中にも七仏通海が出てきてでそれの、えー、翻訳語「半夜ルシという方が訳さはったんですが、えー、まあまあ一切がもろもろとかいうのでちょっとちょっとけ違うだけであのやっぱりこの3句目ですね3句目の、えー「自らその心を彫伏せよ」というのはこれは玄城さんの訳と同じになってますで基本同じです。 日本同じですで、えー、そしたら3行目で、えー、これが私たちが慣れ親しんでいる北斗教の3行目北斗教と比べていくと3行目,目だけが著しく違ってて私たちが知っている224年に、えー、2人のインドの人が来はって翻訳しはったのは自らその心を記憶せよという。 えー、自らその心を清くせよというところが自らその心を重複せよというふうになっているここだけ違うと言ってもいいぐらいです。であとこまごましたのは違うかもしれませんすそれは別に大したことはなくて3行目の自らその心を清くせよと自らその心を重複せよというところがこれは決定的に違っております。 でこれはやっぱり北斗教の文言もともとのスタイルが違うということですよね。で、えー、そこで「彫仏という,、えー、こう言葉について考えた時に考えたで考えてくれはってかわった人があってこの方は一号正道先生。どこに書かはったかって言ったら谷大の大谷大学の仏教学セミナーの74というところに書いてあるのをもに読んでいきますと「彫仏っていうのは。 その心を、長伏、せの長伏というのは、長は征服という意味の仏教用語でありますよと、長伏は調べる有事に、山伏の武士有事ね、人弁に犬有事です。これは、長和、物事の調和が大切ですねって言ってね、社会を調和,、ね、調和のハーモニー、調和していかなきゃいけない。 というそういう時そしてだから制「制度」ねえー、例えば一歩「一夫一夫制度」とかいうような時の「制という字に「服という字が今言ったような「人弁に犬」という字です。でこの「情、えー」上は「彫伏」「上,上は「制服」というのかな「蝶」は「制服」というのかこの4つの字を、えー、2つにまとめたら「長服ってことになるんですよということで。 うちには己の心身を制し治めそして外からの敵や悪を狂気して浄動に至る生涯を取り除くことおよびそのための修法ですよと」と修行方法ですよとサンスクリットの語のアビチャールカの意訳で「合福とも言う。 言うのはだから例えばお釈迦さんが悟りを開かはる時に魔が誘惑してきてその魔の誘惑を振り,かかえこう振り切った時にそれを「合伯」というような言い方をする時があるのでその時にねあの時の豪伯かと思ってくれはったらいいと思います。 だから長仏や合仏という意味、えー、ね、えー、とも翻訳されるような言葉であるということでそれはアビチャールカというサンスクリット語が元になってるんでだから北斗教のもともとのスタイルが違うっていうことでもありますよねだから北斗教の語文元々の言葉もやっぱりいくつかパターンがあるということですで そして、えー、このアビチャウルカの方のこの玄城さんの方の七仏通会議について山口進先生は悪を実践しないで善を実践するという、えー、その私の心をもう一度チェックしなさいそういう心こそ浄化しなさいと解釈なさると言って一、えーまあ、号先生は書いてあるわけですがもう一回言いますよ。山口進先生は 悪を実践しないで善を実践するというその私の心をもう一回チェックしなさいそういう心をこそ浄化しなさいと山口先生はお考えになっているのであるとそして山口先生は、えー、ここから善の三下という考え方を導き出される倫理や道徳の世界では「敗悪修善」が目的となるが 倫理や道徳の世界では悪を排して善を主する善を治めることが目的になるんだが仏教は宗教であるゆえにそこにとどまることはない排役主善の後が重要なのだそれが、えー、自らその心を成仏せよすなわち悪を犯した時より善を,実践した時善を実践した後こそ 振り返って、いわゆる良いことをしたということを、ね、その良いことをしたあとこそ振り返って、懺悔する必要があるという。誰でも善を実践したあとは、気持ちの良いものだ。相手に喜ばれて自己肯定感も高まるので、自己満足に陥り、自分を客観的に振り返ることがないが、そこにこそ、 えー、やったかなえー、落とし穴が潜んでいる、えー。ここをしっかり認識して、利他を実践しなければあならない。ね、えー、こういうふうに、えー、おっしゃっています、えー。その通りかなと思いますね。で、 えこの今ほど申しましたがこれ私がこんなことを <laughs> 偉そうに言っているわけではなくてまあ言ったら受け売りなんですその受け売りって何の受け売りかというともう一回申しますが一合正道先生が書かれた「仏教に触れる道」これは仏教学セミナーの74に収められている文章であるということです。でここに非常に大きな,なんていうかねこう教えがあるかなと思いますね。 やっぱ社会に参加していくということはそこにやっぱり何がしかの善行為をするいうことで、ね、その善行為をする時に陥りがちな罠がここにありますよと善を行う時に陥りがちな罠がありますよとでそれは何かというと「配略主善のあとが問題なんや善を実践した後にその後にこそ善を実践したあとこそ振り返って算下する必要がある」 誰でも善を実践した後は気持ちの良いものだ相手に喜ばれて自己肯定感も高まるので自己満足に陥り自分を客観的に振り返ることはないそこに落とし穴が潜んでいるここをしっかりと認識して利他を実践やっぱり利他実践しなければならないと言ってまあやっぱりね社会に関わっていくことは大切なことやけどそこにやっぱちゃんと、えー このような、えー、こう仏,仏さんの教えをによって自分を振り返ることが必要なんだということをおっしゃっています。とても大切なことを言ってくれてはるかなと思いますんで、今日、えー、ねえ、大日本仏教再生会のお話を終えた後にこの話をしてみました。まあ、考えてみたい。考えなければならんことだと思いますね。今日はこれで終わります。